で、ここで登場するのはこちらですね。おでん屋さんのトマトおでんぐらいもう本当にしみしみですよ。お出汁がかなり重宝すると思います。最高。さあ、今回もババッとバブご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回はなんとライオンさんとのタイアップ動画です。ついにライオンさんとお仕事ができるまでなりました。素晴らしいです。そして今回作るのは超簡単、はい、丸ごとトマトです。謎の植え焼きはい、こちらはですね、調理工程がめちゃくちゃ少なくて食材をできるだけまんま使うまんま飯というジャンルですね。で、最小限の作業と電子レンジを使ってキッチンも汚れず綺麗な状態で作れるという。じゃあ初心者でも全然作れるんですか？はい、作れるし、まんま飯なのでちょっと映えがね、はい。で、このまんま飯に欠かせない秘密兵器がありますので、これがあればレンジで簡単に美味しい調理ができるのでお楽しみにということで作っていきたいと思います。ババッとババご飯、丸ごとトマト。材料はこちら。トマト1個、白だし 50cc、 水 100cc、 スライスチーズ1枚、塩昆布 4g、 ブラックペッパー少々。じゃあまずトマトに切れ込みを入れていきます。トマトはですね、こういうふうにこの先端がですね、放射状にスターになっているものが美味しいと言われております。はい、ヘタこうやって切って取るんですけど、最初にこれもうね、ちぎってあげると切るとこが見えやすいので、こういうふうにちぎるといいですね、最初にね。で、このヘタの部分はちょっと硬いので切りましょう。で、包丁をね、こういうふうに先端持つとこう切りやすいので。あ、なるほど。はい、こういうふうにここ持ってしまえば、こうもう指でこう当たる範囲しか切れないので、はい、こういうテクニックも使わないとですね、簡単すぎて。はい、で、上の部分ですね、こちらに十字に切り込みを入れておくと味が染み込みやすくなって綺麗に皮がむけるので、まあ皮は食べれますんで、このまま使いたいと思います。じゃあ軽くね、こういうふうに十字でもいいですし、たくさん入れてもいいです、こういうふうに。さあ、そしたらですね、耐熱容器ですね、耐熱容器にお水で白だしですね、なければめんつゆでもいいです。で、ここで登場するのはこちらですね、秘密兵器のリードクッキングペーパーです。はい、ちなみにキッチンペーパーを料理に活用されている方も多いと思うんですが、これはめちゃくちゃ便利です。厚手で破れにくいフェルトタイプのクッキングペーパーで、下ごしらえからレンジ調理まで幅広く使えます。例えばカロリーダウンの油切りに使えたり、葉物野菜を包んで鮮度をキープしたりすることが可能です。じゃあこちらクッキングペーパーを1枚使いましょう。こんな感じで強いので、調理中にも破れないですね。で、これをですね、この白だしにくぐらせます。じゃあこちらにちょっと白だしさんを吸ってもらいます。で、水に濡れてもこの破れにくいのですごくいいんですね、このタフさが。こうほら、この状態でも強い。で、こちらをちょっと後々かぶせていきますんで、トマトですね、さっき切ったヘタを下にしていただいて、先ほど切れ込みを入れた方を上にして、じゃあこちらトマトの上にクッキングペーパーをかけていきます。トマトにお布団をかけてあげるだけです。これ下の部分は
かけなくても大丈夫なので、上の部分にこうふわっと乗せてあげる感じですね。食材全部にこうクッキングペーパーがあるようにしてあげるといいと思います。もうこれで下準備完了です。これでちゃんとトマトの上の部分までこのお出汁がですね染みて、しみしみになるということですね。だからこの少ない量の出汁をこのクッキングペーパーで蓋してあげることによって全部浸からせなくても調理できるという、はい、でこれをレンチンします。濡らして絞ったリードクッキングペーパーで蓋をするだけで落とし蓋代わりになります。水を含んで食材を覆うので食材の表面から水分が蒸発せずに柔らかく仕上がるという。600ワットで5分30秒ですね。はい、これだけです。はい、まあ、ちなみにこうレンジの機種によって加熱具合違いますんで調整して前後30秒とかですねやってください。でこれが厚手で破りにくくて熱にも強いのでそのままレンジ調理でできるんで時短になって最高です。鍋じゃなくて電子レンジで調理することで何かいいことってあるんですか？リードで蓋をするだけで食材の内部外部からも均等にムラなく火が入るんで、はい、あとタレがあるものだとタレをたっぷり吸収して食材に密着するので味が食材に染み込みやすい、うん、で仕上がりがとってもしっとりとか、はい、この柔らかチャーシューとかですね、こちらもレンチンすることでしっとり仕上がるし、なおかつタレたっぷりで煮なくていいっていう、うん、はい、またこれ野菜とかいろいろ合うんですか？はい、リードを使うと食材に味が染み込むだけではなくてですね余計なアクを取ってくれたりとか油を吸収してくれるし、温野菜は茹でるよりもビタミンもキープされるのでいいことづくめなんです。じゃあ今日はトマトですけど、はい、例えば玉ねぎとか、はい、そういうものでもできます。似たような形で、はい、濡らして絞ったリードをかぶせてブロッコリーも茹でられますんで、はい、さあ開けましょう。では開けます。いい感じですね。熱いので手袋をしていただいてミトンとかね、はい、じゃあちょっと外しましょうかね。これ熱いのでクッキングペーパーも熱いのでお箸とかで取っていただいて、いい感じに煮えてますね。しみしみになってますよ。では盛り付けていきたいと思います。やっぱこうね鍋で煮てないので崩れる心配がないというね。じゃあこちらにドンと丸ごと、もう持った感じでね味が染みてる感じしますよ。柔らかくなってます。でこちらスライスチーズですね、溶けるタイプじゃない方の乗せます。もうトマトの熱で溶けていきますんで、じゃあ上からこちらのスープも飲めますんで、へえ、じゃあこちらに塩昆布、こちらもちょっとね昆布はトマトと同じうまみ成分なので相性がいいです。でお好みでブラックペッパーをかけて、はい、こちらで丸ごとトマト完成しました。それではいただきます。じゃあちょっと、おー、もう柔らかく染みてますよ。ほら断面、丸ごと調理ならではのこのね断面、昆布とスープと一緒にいただきます。絶対熱い。最高。トマトもなんかいい感じのこう形を保ちつつ煮崩れてなくて
味しみしみなんで、見た目もそうだし、なんか贅沢感を味わえる一品になってますね。で仕上げのこうチーズとか昆布の旨味でトマトもねランクアップしてますよ。ただ煮ただけじゃなくて、おでん屋さんのトマトおでんぐらいも本当にビーズのおかげでレンジ調理なのに簡単にしっかり味が染み込んでます。しみしみですよ、お出汁が。ちなみにこのねリードクッキングペーパーがあれば簡単にこのレシピ再現できますんで、見てる方もぜひ使ってみてください。このレシピ以外にもいろいろレンジで簡単味しみおかずが作れたり、下ごしらえ用でレンジで温野菜が作れたり、冷凍肉の解凍にも使えて日常使いできますよ。かなり重宝すると思います。はい、今回はですねリードクッキングペーパーと電子レンジを使ったまんま飯を紹介しました。グッドボタン&チャンネル登録の方ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上ババッとババご飯でした。